キチャンネル。ちょ、金曜日です。総チェック。はい。ということでですね、今回の総チェックは編集上ですね、さぞき服が変わるかもしれないし、選手、いっぺんに収録してません。まずは、火水の試合を、今日、この動画でね、収録していきますし、木曜日の試合は1試合だけね、また後で収録していきますし、ちょっと金、土にですね、ビッグイベントがですね、待っておりまして、これはね、佐々木チャンネル、壮大なビッグイベント。これ近日公開でございますね。まだ今は伏せますけども、ちょっと金、土でちょっとビッグプロジェクトがね、進んでいるっていうことで、ちょっとここね、スタッフも含めて、一気に動きますから、ここら辺は効率よくいきたいと思います。ということでね、まずは火水の試合。で、編集上、後ろにね、3戦目はくっつけて、3連戦解説してるようにね、なると思いますので、そこら辺はね、ちょっと編集上ね、見にくくなるかもわかりませんけども、内容をしっかり伝えていきますんで、総チェックね、ぜひ見てください。さあ、ということで、まずはね、西武対ロッテ、9日2対6でね、ロッテ、10日ね、2対3でロッテ、ここまで2連勝、今日の試合どうなるのかっていうところですけども、まあ、9日の試合ね、西武今井、6回3分の205球、9安打6三振、1球6失点と、まあ、前回のね、対ロッテ戦、大宮でね、2安打完封、ノーヒットノーランね、大記録作るかっていうところでね、完璧な、ピッチングね、しましたけども、今回はちょっと今井の評価が難しくてですね、今回フォアボール1個ということで、なんか、こう、荒々しくもないし、制球もね、まとまってる感じはあったんだけども、そのまとまってるのがね、ちょっとおとなしめに見えて、ちょっと真ん中に集まったっていうね、ところで、そこをね、通打されちゃったかなっていうところがあるんで、ね、フォアボール出したらあれだけども、ちょっとね、おとなしめなピッチング、荒々しさがなくなって、今井の本来のピッチングの良さっていうところがね、なくなって、ここでちょっと難しいんだよね。フォークが、フォアボール出したであれだしね、出さなかったら出さなかったでこじんまりしてるし、ここ難しいけども、もうちょっと前回ね、フォアボール結構出したけど抑えたかのように、荒々しい腕の振りっていうのがね、ちょっと欲しかったなっていうところはあったけども、まあその中でね、まあロッテがね、初回、ね、池田がセンターツーベース、ね、初球。で、角中進塁打打って、中村がね、レフトにタイムリーツーベース。この試合もね、池田中村、二人で勝利みたいなね、感じの、勝ち方になったけども、ここで先制点取って、で、2回裏ね、マキロンのホームランで1対1で追いついて、ここら辺はね、まあどうなるのか、今井の状態はまだどうなるのかっていうところだったけども、まだ3回の表ね、ワンアウトから、まだ池田が初球を打ってね、レフトへツーベース。で、角中ね、ショートフライアウトになるけども、中村がね、レフトへ勝ち越しっていうところで、この池田中村、この2人がもし打たなかったら負けてた可能性あっただけにね、ここのすぐ逆転したっていうのは大きかったしね。で、6回の表も、中村がセンターへヒット。で、井上ポランコアウトになるけども、チャタリのね、この2アウト2から、このチャタリのね、どん詰まり、バット折りながら、ね、滝沢のショート取れるか取れないかぐらいのところでギリギリ取れないあのセンター前。この3点目がね、この試合一番大きい、キーポイント、なったね。で、その後7回表にね、またワンアウトから藤原センター前。で、池田がね、の時に、藤原が牽制でアウトになるけども、ここから池田ホームラン。で、角中フォアボールで中村ホームランと。もう、池田中村祭りっていうね。もう池田中村でね、ほぼもう1、2、3、6点全部取ったって言っても過言じゃないぐらいね。で、西武はね、7回裏に、トロサイからね、レフトホームランを打つけども、まあ6対2っていうところでね、ロッテ先発タネイチ、7回95球、6安打6三振、無四球2失点と。まあストライク先行でね、安定的なピッチングできたっていうところと、まあ変化球がね、低め。にしっかり集めれた、フォーク特に。で、その中でも、こう、たまにのスライダーが、またいいところで低くに決まって、いい感じのアクセントついたなっていうところではね、もう、タネイチの安定的なピッチングっていうところも素晴らしかったし、この池田中村のね、二人の活躍なくして、この勝利はなかったんじゃないでしょうか。で、10日、2対3でロッテの勝利っていうところでね、ロッテ先発大島、7回100球、3安打5三振、1四球2失点と、まあ、フォームのバランスがね、最高で、力感なくゆったりとしたフォームで、ボールを離す瞬間に、しっかり力を入れるっていうところで、もう最高の形だね。もう、ピッチャーのフォームとしてはもう理想的。で、しかもその中でね、ゆったりとして、パッて投げて、0-0-0-1-2-3-4、これ10みたいなね、感じで投げて、ストレートは切れてるし、チェンジアップはぶり落ちるし、ね、非常に完璧なピッチング。で、その後ね、ペルドもマスだとね、今回はもうランナー出すこともなくね、危なげなく、素晴らしい締めくくり、投手リレーも完璧だったんじゃないでしょうか。まあ、その中でね、やっぱこの日もね、やっぱロッテが先制したっていうところが大きくて、3回表にね、2回取るんだけども、まあ、先頭ね、9番藤原が、センター前、で、池田デッドボール。
で、藤岡が送りバントを決めて名倉フォアボールで、ワンアウト満塁から井上をファールフライで打ち取るんだけども、ポランコに初球のスライダーをライトにね、2点、先制のタイムリーヒットっていうところを打たれて、まあ、結局セーブね、先発エンスね、5回88球4安打3三振4四球1デッドボール2失点と、投球のこの投球救出っていうのはね悪くなかったんだけども、結局四死球でピンチ作ってワンチャンスをものにされるっていうところで、でまあ打線もね2点しか取れなくて、これね、まあフォアボールあとミス、これがね西武にとって大きかったかなと。この3回もね、先ほど言ったようにね、この池田に初球でチェンジアップが引っ掛けてデッドボールで、中村フォアボールっていうね、この2つの2四球でピンチを拡大させて、最後ねスライダー一発でポランコに打たれるっていうね、ところもなるし、で5回打たれ、山川のタイムリーでね1点取って、まだこれね状況どこまで来るかわからない状況の中で、6回表にねエンスから某高橋に代わってワンアウトから、平沢フォアボールで、田村センター前ヒットで、藤原フォアボールでワンアウト満塁から池田三振取るけどもね、ピッチャー森脇に代わって、これをねキャッチャー古賀がね止めれないでワイルドピッチになって1点と、古賀ね顔前出しすぎないよ、こうやって顔前に出しすぎるから、顔前に出すってことはミット見えてないんだよね、ミット見えてないから結局変なところに当たってね、で当たるとこ少なくて変な大きく弾くんだよね。だからもっとこうどっしりこうなりすぎちゃダメなんだよね、どっしりこう行かなきゃいけないところはちょっと形が悪いね、ブロッキングに行くね。でそれでワイルドピッチなんで、この1点結局大きかったよね。で7回裏にまたマキノンがねホームランを打つけども、結局このね3対2でロッテが逃げ切るっていうところでね、ロッテも5安打だし、そんなチャンスない中でやっぱフォアボールミスっていうところを着実ものにしたっていうところが勝利に大きく貢献したし、ライオンズとしてはこの四死球あとミスっていうところで失点してもったいない負け方っていうのは非常に痛かったかなと。あとね、あの8回裏あの先頭代打栗山が打つんだけどもね、ファースト茶谷のグローブに当たってファールになったけども、それがフェアゾーンで当たったのかファールゾーンで当たったのかっていうところで審判はファールになって、でね、松井監督がリクエストするけども、ね、この審判の前、ね、塁審の前の打球っていうのはリクエストできないっていうルールで、だからあれも、まあ、あの、ファースト、三塁側からの斜めのやつだったから分かんなかったんだよね、とりあえずはね、映像的には。でももう、ここは、まあ、ルールはルールなんだけど、審判団も分からなかった時とか、曖昧、自信ないとか時、勝負どころだから、ルールはルールだけども、臨機応変に審判団なんなんで、今のは際どかったからリクエストしようとか、その公平な立場に立って、ね、別にどっちの、ね、をひいきするとか、どっちに立つとかじゃなくて、微妙なラインはホームランだって、ホームランかどうか分からなかったらやるわけじゃんね。だから、前の打球っていうのも、微妙だったら、ルール上はリクエストできないけども、審判の臨機応変さで、リクエストの回数は減らなくても、審判団でリクエストしますと、ね、今のは際どかったんでリクエストしますとって言ってやっても、俺はもうねいいと思うんだよね。ここら辺はねちょっとねルールも変えて、審判団もね臨機応変に、まあ審判団が決めることじゃないからね、 NPB がねちょっとルール変えてねやっていかないと、この打球わかんないけども、これかなり勝負としては大きかったからね、西武にとってもロッテにとってもね、ね、あのあんまりニュースとしては大きくなってないけども、あのこういったところはちゃんとね臨機応変さっていうのは俺は必要で、今後ルール改正は必要なんじゃないのかなって。結構ね前の打球で今年ねあの微妙な当たりっていうのね、このファーストベースね三塁ベースのこう際フェアかファールかっていうね微妙なところも結構あるからね、そういったところではこのねちょっとねあのルールの改正っていうのは必要なんじゃないのかなっていうところを感じましたね、この2戦終わってね。そこは11日ね、西武対ロッテ、ね、3対0でロッテの勝ちということで、ロッテが3連勝でございます。まあこの日ね先発西野ね、あの6回88球8安打7三振無四球1デッドボール無失点と、非常にね粘り強い安定的なピッチング、まあここまでもね、まあ、投げてもまあ1試合2、3失点してたからね、まあ、でも試合を作るっていうところでね今日かなりピンチは作ったけども、非常にね粘り強くいいピッチングできたんじゃないでしょうか。で西武先発平もね6回98球8安打6三振無四球2失点と、いや粘ったけどもね援護なく敗戦っていうところでね、でも今日西武もね勝つチャンス結構あったんだけどね、まあその中でねやっぱ西武の一番の問題点はここ2回の裏0対0で迎えたね、山川レフト前愛とライト前でノーアウト1塁、ここでね若林、まあバントでねファールとかもするんだけども、結果ね浅いセンターフライで進塁できず、で古賀三振児玉三振と、ここだからね
進塁させなきゃいけないよね。だからもうベンチもあそこバンドでよかったと思うんだよね。1点でも取って平良よろしくでよかったと思うんだけども、このねこの試合が始まるまでチームね得点圏打率1割9分8厘っていうねこの低さっていうところはねものの見事に出た。低いからこそランナーをワンアウト3塁に置いてスクイーズ内野ゴロでも1点ね、ここだったら序盤だったからひょっとしたら内野後ろ下がってた可能性もあるからね、ロッテからするとね、もしくは犠牲フライでも1点、タイムリー打たなくても1点入る状況にしていかなきゃいけない中、ノーアウト1塁で進塁できずっていうところね。あとはこのね4回にも先頭アイトがツーベース打って、次ね若林3球三振だからね、最低でも進塁だ、もしくはもうバンドしろっていうね、ベンチも策立てなきゃっていうね。でその後効果デッドボールになるけどもね、児玉の、サードライナーをセカンドランナーアイトが飛び出してダブルプレーっていうバーンと、まあこういうね卒のある野球してるとそれはなかなかね得点圏でもチャンス作れないし、結局ね中村とか山本のバンバンでホームランね、あのマキノンとかのでしか得点できませんようになってくると、まあ、このね波来た時はいいけど来ない時は得点しきれないっていうところでなかなかね勝ちを拾っていけないところがね、まあこのねあの3連敗につながったかなと。ロッテはね3回表ねワンアウトから藤原がライト前ヒット打って、でツーアウトになって藤岡のねライト線のツーベースをね藤原の激走で悠々ホームインっていうね、ここはね走塁技術が勝ったなっていうね、ところもあるし、5回の表もねワンアウトから田村がヒット藤原アウトになるけども池田がね三塁線内安打、まあ、あれはねちょっとマキノンファーストアウトできないかなと。でツーアウト一塁になって藤岡のねドン詰まりがセンター前、前日の茶谷のドン詰まりのセンター前と一緒でここね渋く1点取って、で7回にもね先頭佐藤がフォアボールで藤原が送りバントを決めて、で池田の時にねワイルドピッチっていうね、だからここがねこういうとこって遅いんだよね、ブロッキングの方遅いから大きく弾くだから走られるっていうね、もっと判断よくいかないとっていうねこの準備不足っていうところがあるんだよね。で3塁行ってワンアウト3塁になって今度はね池田の、ボテボテの三塁ゴールね、この三塁ランナーね佐藤もめちゃくちゃスタート良かったね、で本塁セーフになってね、でまあ結果ねファーストも、内野安打になったんだけども、こういう風な野球をねセーブもやっていかなきゃいけない、やっぱ三塁に置いたら何か起こるからね、まあこのねロッテはね、まあ、なんとかね泥臭く1点ずつ取っていってね、でしっかりねリリーフ、今日はペルドも休みでね、西村、沢村、増田とね、7、8、9をしっかり抑えて、ノーヒットでね、逃げ切るっていうところでは、西野もね、ピンチを作ったけども、ね、非常に、変化球もね、低めに集めて、コースにしっかり投げてね、打たれたやつも結構コースちゃんと投げてたからね、だから長打にならないっていうところでは、非常にね、精度も良くて、ピッチング、先発としての役割、ピンチは作ったけども、素晴らしいピッチングだったしね、セーブもね、平本当に非常にいいピッチングだったけども、まあ、援護点がないっていうか、なんかちょっと攻撃の下手くそさがね、出たかなっていうところがね、まあ、このね、ロッテの3連勝っていうところになったかなと。西武としてはもうちょっとそこら辺のねあのバンドしてでもなんとしてでもワンアウト三塁作ってねあのヒット打てなくても1点取っていくみたいな感じでねやっていかないと、大味じゃないと点取れないんだったらなかなか厳しいからね、ということで、まあ、結果ね3連勝でロッテの勝ち越しでした。続いてソフトバンク対日本ハム、9日1対0でソフトバンク、10日3対6で日本ハムということで現在1勝1敗になりましたけどもね、9日日本ハム先発伊藤、7回119球7安打5三振1四球無失点と、まあ2試合連続ね、まあ開幕してからね若干上がってこなかったけども、まあ2試合連続ね好投したっていうところで、まあこれはねまあ勝ちつかなかったけども、まあその一安心かなっていうようなねピッチングの内容に見えました。でソフトバンク先発大関ね、9回125球1安打13三振、2球無失点と、まあストレートが 60% なんだよね。でしっかりストレートを投げ込んだ中での、まあ、フォークスライダーで緩急つけていくっていうところでねグッピッチね、でもまあねしっかり60%もう結構ストレート投げていくからね、まあ、そこら辺も力強さあるし同じ腕の振りでフォークっていうところでね緩急はついたからと。でねソフトバンクは1回4回5回と、まあ、チャンス生かせない中ね、まあ、最後決めきるんだけども、初回もね中村センター前で川瀬送りバンドで近藤ライト前ヒットね、でここで伏見捕球ミス、止めなきゃちゃんと飛んなきゃポロンチュしてバンと、でワンアウト2、3塁になって、でここでね大ピンチの中柳田がね、ファーストライナーねで栗原ピッチャーゴロで、無失点に抑えてね、で4回ワンアウトから栗原センター前、柳口ライト前で今見アウトになるけどもシュートフォアボールでツーアウト満塁から甲斐がねファールフライ、今日ファーストのねで、5回、中村センター前、川瀬送りバンド失敗バーッとここでしっかり決めなきゃね、で近藤が、谷内のファンブレーラーで出てワンアウト一塁からで柳田三振でもここで伊藤ワイルドピッチ、こうミスめっちゃ多い
でも2アウト2、3塁から栗原がねセンターフライでアウトっていうところでね、ミスいっぱいあるのにもかかる、この日日本はもう 3つエラーだからね、ミスいっぱいある中こうね仕留めきれず、こういう流れってね普通負けるんだよねソフトバンクね。でその中で9回、ワンアウトからシュートフォアボールで、回の時にね盗塁成功してワンアウト2塁からシュートがね二遊間センター前抜けるかっていうところでショート壁かばってね、なんかイレギュラーしたけどミラクルで取ったんだよね、取ったけども、そっからね次握り替える時にジャックルポロンとしてセンターの方を転げていって、このね二塁ランナーシュートをねよくね瞬時の判断でホーム狙ったっていうところでは好走塁ね。でも上川端バッと、そこ慌てないでいったらまだワンアウト一三塁で勝負できたと思うんだよね。そういったところでやっぱ最後は最後ねミスで、落としたっていうところでね。で、打線も1アンダーだからね。これ完敗って言ってもいいけども、ソフトバンクとしてはもうちょっとパンパンパンとね、点取っていくっていうところがね、できた中で、なんとか勝ち切ったかなっていうところはありますね。10日、3対6で日本ハムっていうところで、日本ハムはね、移籍組大活躍。グッと。ね。日本ハムはね、初回で、ね、野村が先制ホームラン打って、いい形の流れがね、できた中、4回裏にね、柳田、そして柳町のね、タイムリーで逆転されて嫌な流れが出てくるわけ。その中でも3回表にね、ワンアウト、あ、ツーアウトから、しかもね、福田がライト前ヒット。で、マルチネスね、アルカンタラ、連続ホームランで一気に3点。これ逆転。で、8回にもね、万波の村でチャンス作って、ノーアウト1塁から福田がね、綺麗なヒットじゃなかった、正直。ミスショットだけども、結果ヒットだと OK だからね、土先に当たってね、サードの後ろに落ちて、タイムリーと。でその後ねまたアルカンタリとかねライト前タイムリー打って、結果6点っていうね、非常にこのね福田ねマルチネスっていうね、であとはこのね5回の裏ワンアウト二塁でピンチ作ったところでね、杉井から移籍してきたね斉藤がね、リリーフに代わって中村ねレフトフライで川瀬サードフライでねピンチを断ち切るっていうところで斉藤のリリーフもピッチ、しかも斉藤若干宮西に似てるね感じ雰囲気がね、そんな感じがねありましたね。でその中ね、この日先発ね、日本ハムね、鈴木ね、アンダースロー、4回3分の1、81球3安打6三振、3四球2失点と。で、その中でね、ソフトバンクもね、左打者に2割7分ぐらい打たれてるんだよね。右打者全然打たれてないけどね。だから7人左並べるっていうところでも、ふわっつね。で、5回ピンチを作ってね、斎藤に代わって、勝ち星ね、つかなかったけども、アンダースロー対策がね、その、左ばっかり並べるだけじゃダメなのよ。ちょっとアンダースロー対策がね、チームとしてはちょっと見えなかったね。あ、これかなって見えね、ここに置いて見えるようなところはあったけども、チームとして浸透しているように見えなかったから、やっぱね、左だけ並べるだけじゃダメなのよ。俺は対策を知ってんだけどね。また言ったらいい感じを鈴木さん壊したら嫌だから、もう言わない。ね。でも対策がね、やってるようには全く見えなかったね。そこをうまくね、外から左もね、外からのスライダーとかカーブとかね、緩急つけたりしながら。でもやっぱりね、このね、アンダースローの左バッター対策は、やっぱ対策っていうかね、こう課題、鈴木のね、やっぱ左バッターの右、インコースストレートとか、インコースのスライダーカット系をしっかりインコースに投げれるかどうかが勝負なんだよね。結局この日もね、甘めに入ったりするのも結構あったからね、投げきれないで。あと、このね、際どいとこ行ったりね。してシュートの時とかもね、フォアボール出したっていうところもあるしね、結局このね右バッターの外は投げれるけども左バッターの内がね投げきれないんだよね。これがやっぱりね課題だから、ここの精度を上げていければいくほどもっとすごくなる鈴木はね。だからそういったところはね、ここからきっちりやっていくことによって右左ね関係なく抑えれるようになっていくんでね、そこからが課題かなと。でね、日本もね川のリリーフ2回無安打1三振無失点と、やっぱりね、カーノはね、リリーフの方がいいよ。リリーフの方が絶対いける。持ち球見ててもね。そういったところではね、しっかり2回ね、抑えてね、これ勝ちに貢献したっていうところではね、カーノのリリーフもね、グッドリリーフ、だったかなっていうところはありますね。で、ソフトバンクはね、先発、森、5回73球、3安打6三振、2四球1失点と、もう十分ね、いい形の、ピッチングできたと思うんでね、前回同様ね、かなりいい形、先発転向でもね、この役割分担っていうのはしっかりね、果たせるんじゃないでしょうか。その後、松本はね、3失点と、ちょっとリリーフで、ソフトバンク良かっただけにね、ちょっとここでバタつくとね、あれだけども、踏ん張りどころっていうのもあるけども、やっぱり得点がね、なかなか最近取り切れてないっていうところでは厳しいピッチングになってきてるし、日本ハムはね、清宮とかね、磯畑、怪我で離脱するけども、こういう風にね、福田とか、ピッチャー斉藤とかね、
で、まあ、マルティネスもそうだけども、移籍組がね、こうやって活躍していくとね、またより活性化するし、その中でもね、野村がホームランを打ったりね、いい形のバランス取れてるんでね、非常にね、これ勝ち越せるかどうか、楽しみですね。さあ、続いて、ソフトバンク対日本ハムっていうところで、6対3でソフトバンクの勝利。結果ね、2勝1敗でソフトバンクの勝ち越しってなってね、まあ、日本ハムのね、4カード連続勝ち越しならずっていうところだったけども、日本ハムはね、初回ね、先頭矢沢がツーベースを打って、福田がね、ライトフライで三塁進んで、ね、谷地のところで見事スクイズを決めてね、1点取って、もうね、なんとか1点ね、リードの中で、いい形でね、カード勝ち越しに持っていこうっていうところでは、この先制点の取り方はね、非常に良かったと思いますけども、3回の裏にね、甲斐のホームラン、ね、今季1号っていうね、このホームランで、ね、何気に、この試合のね、キーポイントになるぐらい大きかったかなと。で、その後ね、シュートがフォアボール。で、ここでね、盗塁で走って、で、川瀬がね、のピッチャーゴロの間に三塁進んで、ワンアウト三塁からね、近藤の犠牲フライっていうところで逆転っていうね、流れではまあ足を使ってね、この、まあ今回ね、シュート、川瀬、近藤になったけど、やっぱりこのね、開幕当初もね、このシュート、近藤っていう1、2番のね、連動の動き、そしてね、柳田、栗原につなげるっていうところ非常にね、良かったんで、まあ近藤のね、状態が下がるにつれて、チームの状態も下がってきたっていう中でね、この近藤の犠牲フライで逆転したっていうところは大きかったし、まあ5回の裏にもね、ツーアウトから川瀬がフォアボールになって、北山からね、斉藤にスイッチして、そのね、10日はね、この斉藤にものの見事にやられたね、ホークス打線。ここで近藤がね、3ボール1ストライクから、この3ボールになったのがね、ちょっと痛かったね。もう1位の3で振り切ったら、レフトへのホームラン。ね、ヒーローインタビューでも言ってましたけど、ホームランまでのイメージはできなかったけども、ホームラン打ててよかったっていうね。ということは、これ打ったっていうことによってね、そのホームランのイメージができるからね、ひょっとしたら明日以降近藤がね、上がってくるんじゃないのかっていうね、復調の兆しの一本になる可能性あるね。で、6回裏にもね、中村、栗原がね、連続ヒットで、ノーアウトに三塁になって、柳町犠牲フライ。で、今宮がタイムリーヒットにいて、で、これでもう6対1になって、まあ、ゲームセットっていうところかな。まあ、7回表にね、江越がホームラン、ね。で、9回表にマルチネスがホームランとね、こう3点、この、やっぱ日本もね、これ負けたけども、このね、しっかりね、まあ、ホームランだったけどね、この江越マルチネスがしっかりね、点数を取ったっていうところでは、いい流れのもとね、明日以降にもいけるっていうところでは、まあ負けるにもね、負けようとしては非常に良かったなっていうところもあるし、ソフトバンク先発はね、藤井、6回98球、4安打6三振、3四球1失点と。まあね、でもハムがね、勝てるチャンスがね、あったっていうところもあるからね、3回の表ね、水野のツーベース、矢沢がフォアボールでね、ワンアウト1塁になって、福田三振、谷地がね、ファーストファールフライ。で、4回もね、ワンアウト一塁のチャンス作るけども、万波江越がね、三振。で、5回にもね、ツーアウト二塁のチャンス作るけども、谷地がね、センターフライっていうところで、まあ、ここら辺でね、藤井がしっかり粘れたっていうところもあるし、まあね、これフォークボールをね、低めにしっかり投げ入れたっていうところでね、この万波もね、三振。で、江越も三振っていうところで、このフォークがね、やっぱり効いてるから、このね、最後に決めたストレートがね、見逃しと空振りっていうところで、バッターがね、どっちつかずになって、非常にね、いい配球もできたんで、こう勝負どころのね、低めにストレート、フォークをね、この4回の裏、この特にね、江越と万波の時に投げ切れたっていうところはね、非常に大きかったし、ここで1本出てればね、ひょっとしたら、日本ハムの勝ち越しっていうね、ところのゲーム展開になったから、まあ今日のキーポイントで言えばやっぱり4回かなっていうね、まあここを藤井がしっかり踏ん張れたっていうところは大きかったんじゃないでしょうか。ね。で、その後ね、まあつもり、田浦、大津とね、まあ失点していくけどもね、やっぱり6点取ったっていうね、ところでは、このね、打線のつながり、あとは近藤の復調っていうところがね、大きい試合になったかなと。まあ結果ね、2勝1敗でソフトバンクの勝ち越しでした。続いて、楽天対オリックス。9日、0対2でオリックス。10日、2対8でオリックス。ね、現状オリックスの2連勝っていうね、もう勝ち越し決定ですけども。9日ね、0対2でオリックス。オリックス先発宮城ね、9回109球、4安打6三振、1四球無失点と。まあ立ち上がりね、右足の、この踏み込みの体重のね、なんか乗りが甘いような感じなんだよね。で、体重しっかり乗ってなくて、体がね、横に回転して、ちょっとね、早くね、横に回転するから、ちょっと制球が甘く、ちょっとピンチをね、作ったっていうのはあるけども、ね、まあ、2、3回踏ん張ってね、そこから尻上がりにしっかり体重乗ってから、クッてね、回るような形になって、非常にね、投球も安定したんじゃないのかなっていうところで、完封、グッピッチ。ね。でね、楽天、早川ね、立ち上がりから含めて、宮城よりホームのバランス、俺は良かったと思うの。8回104球、5安打7三振、無四球2失点と、踏み込みもね、右足の踏み込みもしっかりしてるし、体重乗ってから、下半身に引っ張られて、体が回ってきて、で、下半身も十分に使えて腕がムチのようにしなって若干遅れながらパチョーンって振れるっていうね
ところでは非常に今年見た中では一番フォームのバランス良かったんじゃないのかなっていうぐらいね、非常に素晴らしいピッチングで、まあね、2本のホームランに沈む、若干ね、ゴンザレスもね、あのサノもアウトコース狙ったやつが真ん中入っちゃってね、まあ、打たれたっていうのはあるけども、投球内容としては本当に宮城に負けず劣らずね、非常にねピッチング、ね、だったと思います。で、楽天的にはね、この2回3回さっきも言ったようにね、ちょっと宮城が前半ねバタバタする中で、まあ、2回もねワンアウトから伊藤センター前、島内レフト前、ワンアウト一塁から辰巳みたいにね、ここで1本出ず、で3回にもね、先頭山崎センター前で小深田送りバント失敗、バッこうなんかね、やっぱね得点取れないってね、こういうところもしっかりやってないから取れないんだよね。でその後浅村フォアボールで、ワンアウト一塁から鈴木大地をねライトレロ後方フェースギリギリだったけどね、で浅村戻りきれずダブルプレーバッ、2つもミスしてるのよ、ね、そんな慌てていくこともないからね、0-0でワンアウト一塁ね、そんな慌てていかなくたってよっぽどじゃない限りファーストからホームに戻れないし、そもそもまず1点取れたらいいし、でセカンドランナーいるしみたいなね、でバントもできんしみたいな、このイニングね、だからこの 2回3回にこのバタつくからね、その後結局ねこの試合4安打っていうところで、まあ5-6-7-8-9と、まあ9回ね浅村がセンター前ヒット打つけどもね、そこまでね5-6-7-8と三者凡退に抑えられて、完璧にね宮城を立ち直れてたっていうところでは、2回3回の攻めがねまずかったかなっていうところもあるしね、でオリックスとしてもね5本しかヒットを打ってない中ね、まあ8回にポンポンとホームラン打ってね、あの森杉本がね不在の中、ここまでねあの打線がカバーして投打がっちり噛み合うっていうね、この日も5安打しか打ってないけども宮城の好投に応えてね投打がっちりっていうところではね、非常に素晴らしい、ね、ゲームだったと思います。で10日ね、あの2対8でオリックスっていうところで、オリックス立場ね8回3分の1 119、6安打7三振、無四球2失点と、まあ今季ね初の無四球っていうところで、本人はね、気持ちよく投げれましたとね、ヒーローインタビューで言ってましたけども、まあ思い通りにねところに投げれたと思うけども、結構ね高めに甘く変化球入るの多かったから、チャンスボールあったと思うんだよね、楽天としては。それをね楽天打線がね仕留めきれずっていうところがね、まあ痛かったっていうところと、まあ楽天先発岸がねちょっと腰の違和感張りっていうところでね交代したっていうところはちょっと心配だね。まあ年齢も年齢だからね、まあここら辺ガタが来るっていうのも仕方ないけどもね、まああのオリックスはねその中2回にね、宗センター前ヒット、頓宮内野安打で、ゴンザレスアウトになるけども、8番9番でね、若月義母でね、連続タイムリー、先頭に回って茶野はアウトになるけども福田がセンター前タイムリーヒットっていうところで3点ね、こう昨日もね楽天戦はそこで、ね、2回のところでその8番9番がね打ててないわけでも、逆にオリックスはねこうやって下位に向けてチャンスを作りながら8番9番がしっかり返して、3得点で、3回表も、首位に出るせね首位出るヒットで、胸アウト、頓宮ライト前ヒットで、ゴンザレスがねヒットで、ワンアウト満塁から若月三振するけども、義母の時にねショート山崎剛、高一エラーバッと2アウト取ってセカンドにトスするだけで終わり、そしたらここ0点だったのよ。でそこ失点して茶野がねその、チャンスをねものにするようにライト前ヒットでね結局3点、ここで6点入るわけじゃん。だからまだ3対0だったらまだワンチャンあっただけに、この2回のエラーからの3失点ねっていうところはね、非常にこのゲームを決めたなっていうぐらいね、まあ痛かったかなと。でまあ序盤で6失点で、で対田島ね、これで対オリックスあの10連勝、楽天も10連敗っていうところのね、結構きつかった。しかも森ね、先ほども言ったように杉本不在で、今週も16安打8得点っていうところでね、でこの7回8回この2回3回6点だけで終わったらスンってなるけども、この7回にもねゴンザレスがまたもホームランで、9回にもね、ワンアウトから頓宮デッドボールで、大城ヒットで、若月ライト前ヒットで、代打紅林がレフトへタイムリーっていうところでね1点取るって、しっかりね後ろでも点取ってるっていうところは非常にねこの打線のつながりがいいね。で下位打線がね頓宮、大城、若月、紅林っていうね、で代打で出た紅林もヒットをしながら下位打線で得点するっていうところも打線の流れがねいい、この主力不在してるっていうのはね感じさせない、この打線の流れね非常に素晴らしかったし、まあ楽天はね最終回ね浅村のツーランホームランで2点取るけどもね、まあ、8対0から2点、まあ、焼き石に水っていうところはあったけどもね、まあ、この2点がね今日の試合にどうつながっていくのかっていうところは注目したいけども、ちょっとね、楽天無援護打線っていうところもあるし、オリックスはね投打ががっちり噛み上がってるんでしょう、まあ、今日の試合どうなるのかですね。
続いて楽天対オリックスというところで5月11日の試合7対3で楽天の勝利というところで結果ね2勝1敗でオリックスの勝ち越しになりましたけども、まあ、この試合のね全てのキーポイントは、まあね、初回のオリックスの攻撃ね、ワンアウト1、3塁茶野がレフト前ね福田送りバントを決めて長川がね内野安打で1、3塁のチャンスを得て頓宮はね663ダブルプレーっていうねここで1点でも取ったらオリックスね3連勝あったんじゃないのかっていう逆に則本ねここでしっかりね踏ん張れたかなとね則本はね7回95球7安打に三振1四球3失点とね、まあ、最後ね7回に3失点するけども今季初勝利っていうところでまああと若干ね則本らしからぬね三振2個しか取れてないっていうところはあるけども非常にバランスよくね力感なく投げたなっていうところとまあストレートフォーク変化球っていうところをね非常にコンビネーションよく打たせて取るっていうところではねまあでもまあ本調子じゃ今日はなかったのかなっていうところもあるけどね、まあ、一勝できたっていうのはね非常に大きかったかなとでオリックス先発はね黒木ね3回65球4安打3三振3四球1失点とで3イニングで変わったからいや俺リリーフデーなのかなって思ったらねまあ、中嶋監督がね試合後のインタビューでなんか詰まってもう詰んでるみたいなね投球がもう詰んでるから交代せざるを得なかったっていうところで、まあ、3イニングでね65球っていうね球数が多くなかったっていうところとやっぱこのねフォアボールの3つがちょっとね見栄え悪かったね3イニングで1失点だとまあまずまずじゃないのかってね思ってたけどもやっぱりこの中嶋監督から見るとね、まあ、4月28日のね2軍での試合は7回無失点でね非常にいいピッチングしてたっていう情報が入ってきただけにねこのやっぱ3つのフォアボールがね若干見栄えが悪かったのかなっていうところと球数が多くなったんでねちょっと中嶋監督もちょっと信頼しきれなかったっていうところで交代かなっていうところはあるけども吉田亮がね踏ん張れず変わった瞬間に失点っていうねそのまま投げとけばよかったじゃないかというね結果論的なね発想にもなるっていうところもあるけども楽天はね2回裏にね岡島がレフトへ今日この日レフトめっちゃ伸びてたねで1点取ってで4回の裏にねピッチャー吉田に変わって鈴木大地デッドボールで大田が送りバント決めて山崎がね内野安打で西川フォアボールでワンアウト満塁から渡辺がねライトへタイムリーヒットで2点を取るっていうね中で吉田亮もねおととしか良かったけどやっぱスライダー1本はもうバレてるね正直多分きついと思うもうちょっとまあねこの伊藤ね浅村の右バッターに対してはねシュートも使ってたっていうところもあるけどもやっぱスライダー1本はねもうバレてるねちょっと違う変化とかを覚えていかないとちょっと苦しいなんか調子が良かったら抑えれるけど悪かったら打たれるみたいなねちょっと使ってみなきゃどうなるか分かんないっていうのちょっと怖さあるんじゃないのかなっていうねで6回の裏にはね太田がねホームランレフト伸びるっていうねでその後ねワンアウト1、3塁から若槻ねボードって言って入るんだけどショートの入るのが遅かったなっていうところでなんかちぐはぐさあるなっていうねでこの回はね、楽天浅村そして島内もね、浅村のタイムリー島内の犠牲フライでねしっかり4点取ってもう7点差でね、まあ、これでゲームセットかなとで、まあ、オリックスとしてはね7回表にね下位打線からゴンザレス、若月、紅林、大城とね、連続タイムリーで、3点をね取ったっていうところはこのまま終わらないぞっていうところはねオリックスの強さがね見えたなっていうところと明日以降につながるかなっていうでもオリックスとしてはやっぱりね初回のね頓宮のダブルプレーこれが一番大きかったかなと、まあ、則本もねそこに踏ん張れたっていうところがね非常にその後のね打線の流れも作れたんでこの1回の表っていうところがね終わってみたらキーポイントだったかなと思います。結果はね2勝1敗でオリックスの勝ち越しでした。さあ続いては中日対広島、9日0対1で広島、そして10日0対4で広島、現在広島がね2連勝中っていうところでね、雨降ったら鯉がね潤いまして登っていくっていうところで言ったけども今ピチピチですね。まあ9日ね広島先発床田7回104球7安打3三振1球無失点と、まあ、変化球ね結構まあツーシーム系とか若干チェンジアップ系か高めにね浮くところあったけどもね抜けたりしながらね、まあ、要所でね低めにしっかり投げれたりストレートコースにビシッと決まってね、抑えれたなっていうところでは非常にねグッピチね。で中日先発福谷ね6回112球9安打7三振無四球無失点と、まあ、フォームのバランスも良くて、ね、ゆっくりしたフォームから腕がしっかり振れて非常にね、ピッチング良かったと思うし、まあ、ピンチはね結構作ったけども最後ね要所でしのいできたっていうところはねまあしっかりねここまで安定したね開幕からピッチングはね続けてきてれる、証拠かなと、まあ、昨年とはね一番違うところなんじゃないのかなっていうところはあるけども、まあ、カープはねとにかくチャンス作って初回もね、菊池秋山が連続ヒットでね、ワンアウト一三塁作るけどもマクブルーブ坂倉がね、得点いかせず、で2回もツーアウトからね矢野床田ね床田もヒット打って矢野床田で連続ヒット打ってツーアウト一三塁で菊池がね三振で、3回もね、ワンアウトから秋山マクブルーブがね、ヒットで繋いでワンアウト一三塁から坂倉がねファーストゴロで野間がねセカンドライナーっていうところで得点できず
で、4回も、デビッドソンがライト前ヒット。で、ここで矢野の時にね、3ボール2ストライクから、自動的に走るんだけども、三振ゲッツー。なのに、床田がツーベース打って、ね、ツーアウト2塁から菊池がね、三振。で、6回、ツーアウトからね、デビッドソンツーベース打つけども、矢野がね、三振ともう、1、2、3、4、6、ね、6回まで5回以外、全部5イニング連続チャンスを作りながら、1本出なかったところで、やっと8回にね、ピッチャー祖父江、先頭秋山がね、ツーベースを打って、マクブルームね、サードゴロ、ここでね、ランナー進塁もできなかったけども、坂倉がフォアボール。で、ワンアウト1、2から野間がね、センターへのタイムリーヒットで1点取って、まあ逃げ切るっていうね、もうほんともっと勝てるチャンスいっぱいあったけどね、まあギリギリ勝ったっていうところは良かったけども、まあドラゴンズはね、まあこの初回かな、初回でワンアウトから岡林ライト前ツーベース、細川レフト前ね、ヒットで、ワンアウト一三塁から石川のね、1、6、3ダブルプレー。これ痛かったね、これ1点取ってたんじゃない、勝ってたんちゃうかっていうね。で、逆にね、カープもチャンスめっちゃあったんだけど、ドラゴンズもめっちゃチャンスあったんだよね。で、2回も先頭ね、福永がツーベース。で、ビシエドね、ショートゴロ。で、木下フォアボールで、村松がね、アウトで福谷アウトっていうところで得点できず。ね、この1、2回のね、チャンスをものにできてればね。で、6回にもね、2アウトからだけども、細川、石川がね、連続ヒットで2アウト1塁。で、福永ショートゴロ。ね。で、7回も2アウトからだけど、村松アルモンテが連続ヒットを打って、大島がね、見逃し三振。この時のね、最後アウトローのピタッと決まったのはね、正直ナイスボールだったね。だから、ドラゴンズもね、広島同様、超チャンスあったの。もう1本出るかどうかの、もうチキンレースみたいな感じで、最後ね、広島が1本出たっていうだけでね。で、まあ9回ね、この日はね、矢崎、ね、グッピチ、ナイス。ね、まあ、9回ね、栗林がね、万全の状態で帰ってくるまでね、もう試行錯誤しながらね、多分決めずね、調子のいいやつを投げていくっていう形かなっていうようなね、試合展開で、まあ、接戦をものにしたっていうのはカープとしては大きかったね。で、10日、0対4でカープっていうところで、カープこの試合はね、もうね、足、走塁でね、勝ち切った試合展開っていうね、ところに見えましたけどもね、3回表ね、ここで、菊池がセンター前、野間がね、レフト前ヒット。で、ノーアウト一塁から秋山のね、ショートゴロ、ね、ショート村松ね、三遊間ダイビング取って起き上がってすぐセカンド投げたけども、ファーストランナーの野間が高スタートと高走塁で、セカンドセーフになって秋山の内野安打になるんだけどね。あれ、アウトになるかセーフになるか全然違うの。この野間のスライディング走塁っていうのがね、非常にこのね、チャンスを拡大するには生きたかなと。で、ツーアウト満塁になって、マクブルームね、レフト前にね、タイムリーヒット打つんだけども、この時もね、サード石川、逆シングルで取りに行って取れないでレフトに抜けるんだけど、まあ、序盤、ノーアウト満塁、正面入ろうぜっていう、正面入って取ってからゆっくり投げても、ホームね、サードランナースタートめっちゃゆっくりしてたから、ノーアウトだったからね、ホーム楽勝でアウトになったし、うまくいけば三塁ね、踏んでダブルプレーっていうのもあったわけよ。それをね、逆シングル行ってスルーだから、あれはもう、判断ミスだね。まあ、技術っていうのもあるけども、判断ミス。あそこはね、そんな慌てるところでもなかったからね。で、ここでね、また素晴らしかったのが、レフトに抜けたんだけども、ファーストランナーの秋山が三塁まで来るんだよ。セーフ。で、ノーアウト一三塁で繋げるわけ。で、その後西川のね、犠牲フライで3点目取るんだけど、この秋山のあれを三塁まで来たっていう走塁も、ぐっそり。ね。そうじゃなかったら多分ね、3点目なかったと思うんだよね。だからこのね、3点はね、野間秋山っていうところの走塁の技術の高さ、っていうところが非常にね、大きなウェイトを占めた得点だったなっていうところもあるし、まあ、サード石川のね、まあ、ちょっとこのね、プレー、まあ、取ってればよかったけども、その合わせれないんだったら正面入ってでも止めないとっていうね、状況、序盤、ノーアウトっていうところでは、まあそういう判断が必要だったかなっていうところもね、見えます。で、6回もね、ワンアウトから矢野がライト前ヒット、で、クリブが送りバント決めて、菊池がフォアボール、ツーアウト1、2から野間がね、ライトへタイムリーヒット打つんだけども、こう外野結構前進守備引いてたのよ。そう、前進守備を引いてたにもかかわらず、セカンドランナーの矢野のスタート、で、走塁、スライディングの速さでセーフ、グソリ。もうほんと、走塁でね、この得点をもぎ取ったなって言ってもね、おかしくないぐらい、この日はね、カープの走塁技術、走塁意識の高さっていうところが、このね、4点っていう得点に結びついたかなと。で、クリ、先発ね、クリ、9回118球、4安打5三振、2四球無失点で、完封ね、グピチ。ね。で、まあ、内外にね、ボールをね、幅広く動かしながら、ストライクゾーンで勝負するっていうところでね、中日打線、やっぱ的絞りきれずね、もう打たされて、ね、なんとなく打たされて終わるっていうところでね、まあ、安打も4本というところで、まあ、中日としては完敗で、この日もね中日が完封負け、この10日の時点で19敗している中で、10個目の完封負けです。
無援護打線になってます。ね。まあ、ピッチャーなんとか踏ん張ってんだけどね。まあでもここは課題だからね。まあ今日の試合どうなるんでしょうね。続いて、中日対広島というところでね、3対2で広島の勝ち。結局中日対広島はね、3連勝で広島の、3連勝でした。ね。雨が降って、恋が滝登りっていう形でね、カープがね、3連勝になるけども、まあこの試合もね、広島先発コルニエルね、6回102球、7安打2三振、1四球1デッドボール2失点とね、まあボークとかね、ちょっとミスあったけども、自分の役割はね、果たすいいピッチングだったかなっていうね。で、中日先発柳、5回92球、7安打2三振、3四球2失点と、まあね、この試合の流れはね、作ったっていう中でね、まあ結局、援護なかったとも言えないけどね、まあこのね、3回裏にね、先頭村松がフォアボール。で、柳送りバンドを決めて、このね、1、2番、一番頼りになるところでね、大島、小林がね、連続ヒットで、タイムリーっていうところで行って、で、4回裏、ね、ワンアウトから5回デッドボール。で、ここでボークでね、ランナー2塁になってから村松のね、タイムリーで、村松、プロ初打て。グッと、ナイス。1点取って、いい形で柳先発で2点先制ね、援護できない中、やっと援護できた、この3連戦ね、やっと得点できたっていう中でね、いい流れが来たんだけども、5回の表ね、1番から菊池レフト前、野間レフト前ね、で、秋山アウトになるけども、マクブルームはね、レフトにタイムリーヒット。で、その後に2アウト2、3塁になってね、この坂倉のレフトでタイムリーっていうところが大きかったし、でもこれをね、レフト大島がね、本塁でマクブルームをアウトにしてね、これなんとかしのぎ切ったっていうね、ディフェンス面のしのぎ切りも非常に良かったね、大島のフェンス際のね、ジャンピングキャッチもあったけどもね。で、まあ、結果的に言うとね、まあ、11回にね、代打秋山、ワンアウト3塁からね、3ボールから1、2の3でね、フルスイングして、左中間を抜けるね、決勝打のタイムリーツーベースを打ってね、3対2で勝ち越しになるんだけども、中日としてはね、やっぱこれね、2回、ね、ワンアウトから福永が3ベース打って、ワンアウト3塁、6番鵜飼のところで、ショートゴロね、3塁ランナー福永が走るんだけど、3本間に挟まれてアウトになるんだけども、止まってね、途中で。いや、中途半端すぎる。なんかもう、あんだけ前進守備引いてたら、5の5はね、無理だと思うんだよね。もうそれだったらもうギャンブルスタートで行くか、抜けてからにするか、守備位置見た時にね、ちょっと中途半端で全部が。で、走塁も中途半端だったし、で、これでね、アウトになって、2アウト1塁から木下がレフトフライでね、まあそのまま3塁残ってても点入んなかったかもわかんないけども、もう走塁がね、すごい中途半端に見えたっていうんだけどね。あと6回。ね、ツーアウトから木下がレフトへツーベース打って、村松がね、レフト前ヒットを打ったけども、ね、レフトからの好研究で木下がね、楽々アウト。だからまあ、ここがね、まあどうなるかっていうところでね、まあ勝つのが投げたけど、ピッチャー変わるから代打がね、出るから、止まっててもよかったけど、まあツーアウトやったからね、まあワンチャンね、もしちょっとでもそれたらセーフっていうところで回したから、まあここはちょっと攻められないかなっていうところはあるけどもね、2回の走塁はね、中途半端かなと。でも、あとはもうね、ほぼほぼランナー出るけど、得点圏もなく、ちょっとチャンスらしいチャンスなかったなっていうところと、まあね、広島はね、もうリリーフに入ってからね、10回は矢崎がね、教えて、抑えてね、11回1点勝ち越してからはね、先頭がね、高橋周平っていうところで、堀江がマウンドに上がって、で、その後ね、福永から松本っていうね、もう一人一冊じゃないけども、全員で抑えていくっていうね、誰かが任せるんじゃなくてっていうところがね、新井監督の采配、非常に良かったなと思います。結果ね、このまあ、ロースコアの展開でね、最後、代打松山が光ったなっていうね、中では広島のね、3連勝でした。続いては、阪神対ヤクルト。9日0対1でヤクルト。10日0対5でヤクルト。現在ヤクルトの練習中ですっていうところでね、9日、阪神先発村上ね、7回103球、5安打8三振、1四球、1失点。まあ、負け方としては想像通り、1対0ぐらいで、もうね、ほんと、日本プロ野球三大不思議、佐々木朗希、山下俊平太、村上はどうやって負けるのかっていうね、ところを前の動画で喋りましたけども、まあ、負けるとしたら1対0かっていうところでね、それが本当に現実的になって、ね、まあ、サンタナのね、ホームラン一発でね、7回のね、まあ、1対0で負けるっていうところでね、まあ、これは村上は攻めれないね。非常にね、ジャラの勝負ね、取ってたしね。グッピッチ。ね。ヤクルト先発ね、吉村。6回95球、1安打6三振、4四球無失点と。まあ、ストレートのね、キレが抜群で、変化球も低めに決まってね。で、6回裏はね、2アウト満塁でね、佐藤をストライクゾーンの中で勝負できたっていうところも大きかったし、ツーシームっていうところでね、まっすぐとツーシームのね、緩急もつけてて三振。グッピッチ。ね。で、7回のね、サンタナの一発っていうところで、まあ、ヤクルトは5安打、阪神も4安打とね、ほぼほぼチャンスなかったけども、しっかりね、ヤクルトがね、勝ち切ったっていうところと、ヤクルトのリードが踏ん張った感もあるんだけども、阪神としてはね、
この7回裏ね、ツーアウトから木浪レフト前ヒットっていうね、このランナー1人出してこれをねどうにか生かすかっていうところでもね、この代打原口ね、生かしきれずっていうところもあるしね、その前にね6回もね、その吉村がね最後佐藤を三振取ったところだけども、ツーアウトからだけど中野ノイジー大山とね、この3連続フォアボールでね、これで一気に得点いけるかっていうところもね、佐藤が最後ね、さっきも言ったようにストライクゾーンのツーシームね、三振で、8回もね、ワンアウトから中野がセンター前打ってノイジーの時にねワイルドピッチなるけども、ツーアウト二塁からね、あのノイジー大山がね連続三振で、得点できずで、9回裏もね先頭佐藤がツーベース打ってミエレスねセカンドゴロで進塁打ね、でワンアウト三塁からまあ代打渡辺がね三振で、木浪も三振でチエンドっていうところでね、まあチャンスあったけどね、まあなんとかね、あのヤクルトのリリーフ陣ね、石山清水田口もね踏ん張ったっていうところもあるけどね、まあ、だからそこ三振がね12個しちゃったからね、タイガースもこう勝負どころで三振、しかもランナー植えただけにねちょこんと当てるだけでもギャンブルスタートで面白いことできたんちゃうかっていうところもある中ね、まあ、勝ちきれなかったかなっていうところはあるけども、まあ、両投手がね素晴らしいピッチングっていうところと、まあ、村上の負け方としてはこんな感じかっていうね、まあ、こうなるよねっていうような、まあ、でも素晴らしいピッチングだったと思います。寿司10日0対5でヤクルトっていうところでね、まあ、この日はね、ヤクルト先発石川43歳っていうところがね、先発だって、で22年連続勝利っていうね至難の技を成し遂げたっていうところでね、非常に石川グッピッチ、まあ、その中でねこの日刊スポーツの、評論にも出したんでね、ぜひウェブ記事でもね見えると思うんで、見てもらいたいんですけども、まあ、この日のね石川投手ね20人の打者に対して全体的にね、初球ストレートが 45%、 そしてカットボール、シュートボールっていうストレート系の変化球が 30% と、まあ、つまりね初球の入り方っていうのを 75% の高確率でストレート系の速い球で入っていってるんだね。でこれが何を意味するかっていうと、速いカウントで速いボールを見せていくことによって、これが130キロ前後のストレートだけどもバッターに速いっていうことを認識させて、その後のねチェンジアップ、カーブ、スライダーね、シンカーっていうところの変化球をより活かすっていうところでね、このキャッチャーの中村のリードっていうところも非常に相まみ合ってね、石川の技術の高さっていうところと相乗効果がね幻惑投法ができたかなとね。でその中でね、こんだけストレート系いって大丈夫なのかっていうところで、初球ね打たれたヒットはなくね、4本ヒット打たれたんだけども、いずれも2球目以降っていうところでね、このバッテリーの思惑っていうところはね、まあ、功を奏してるわけ。逆にね、阪神打線はそれを仕留めきれなかったっていうところもあるしね。でさらにね、同じ球種っていうのを続ける確率は 13% って低いんだよね。だからもし1打者に5球投げたら1球来ないんだよね。6球投げて野球1回球種がね続くかどうかっていうところで、バッターに対しても的を絞られないようにするっていうところと、でも球種を続けるっていうところのメリットとしてはやっぱり精度を上げることもできるし、でもデメリットとしては甘くなるとより甘く感じるっていうね、どちらにも続ける続けないメリットデメリットあるんだけども、まあ、続けないこと、常に球種を変えるっていうことはピッチャーのクオリティをかなり求められるんだよね。やっぱその一個ずつ変えていく中で完璧に全部投げていかなきゃいけないっていうところを、それをねできるっていうのも石川の能力の高さでもあるし、そういったところでね、まあ最近ね、まあこれが一番言いたいことだけども、佐々木朗希とかね、大谷とか160キロみたいなね、まあ、球速ばかりがねこの結構ね世の中に出て、球速万歳みたいなね、球速ありきみたいなところあるけども、もちろんね球速はね出ないより出た方がいい。でもこの球速より球質にこだわった石川のこの22年連続勝利っていうところのね、こういったところはアマチュアの選手とかも球速くなくてもっていうね、ところとかの選手にとってもね、非常に勉強になるお手本になるね、ピッチング内容、そして配球、中村のリードっていうところのね、配球っていうところも非常にねいいお手本になるんじゃないのかなっていうところもあるんでね、こういったところをね、球速を速くするだけにねとらわれずね、こういったところもしっかりね、アマチュアの人たちも、まあ、プロ野球2軍の選手たちも勉強してね、自分たちに生かして、行ってもらいたいなっていうようなね、投球に、見えましたね。で、その中ね、タイガースも、まあ、勝てなかったわけじゃないと思うんだよね。このね、3回の裏ね、梅野センター前ヒット、で、木浪レフト前ヒット、で、ノーアウト1塁からね、まだこれノーアウトの状態で、西がね、バントで遅れずに、結果ね、ショートゴロになって、それをショートね、長岡が三塁投げてね、あの判断も良かったね。三塁ランナーアウトにして、近本中野はね、タイムリーも出ず1点取れない。これ西がね、バンと送ってると最低でも1点取れたかもわかんない。そしたら状況はね、大きく変わってたかもわかんないし、で、6回裏もね、2対0の状況からね、
近本がセンターへツーベースって、これもね、近本がね、そんな間抜けてね、左中間のボールだったからね、でそれをね、迷わずね、セカンドにね、狙っていったっていう走塁もね、近本の走塁も非常に素晴らしかったし、ね。で、そして次ね、中野が詰まりながらね、ショートゴロっていうところで、最低でも進塁打ね、打ててたらね、追い込まれてるからね。でそしたらここで1点取って2対1だったらまだわからないところ、こういったところのね、ちょっとしたね、攻撃のね、ミスっていうところがね、得点につなげられなくて、ヤクルトにね、完全にペース、つかまれちゃったからっていうね。でヤクルトはね、4回の表に2アウトからね、村上フォアボール、サンタのフォアボール、中村デッドボールでね、一気に、ピンチをね、西が招いて、でここでね、オスナが高めの釣り玉いったところをね、詰まり気味だったけどレフトへ2点タイムリーっていうところはね、オスナグッバイ。だから自分たちの攻撃はミスしてチャンスを広げられず、相手にはミスっていうフォアボール、デッドボールでチャンスを広げてしまって一発でやられるっていうね、なんか負のスパイラルね、入って、で7回表もね、ワンアウトから長岡ライト前ヒットで浜田三振取るけども、塩見センター前、青木のね、セカンドでタイムリー内安打っていうところでね、1点を追加して、まあ、ギリギリねリクエストだったけどあれはセーフだったね。まあ、ここまでやっぱ1番センター塩見もね、復活して効いてきたね。で8回表にはね、中村がレフト前対、ヒットを打ってワンアウト一三塁からオスナのねショートゴロの間に、タイムリーと、で、長岡がセンターへタイムリーというところでね、ダメ押しは2点っていうね。でね、阪神先発にしてもね、良かったのよ。6回3分の2、123球、6安打4三振、2四球、1デッドボール3失点と、良かったのよ。多分ね、調子良すぎるがあまり狙いすぎてフォアボールね、四死球3つでピンチを作ったっていうところもあるんで、状態としてはめちゃくちゃ良かったと思う。だからもうちょっとね、早めのこの3回の裏のね、西のバントね、あれがこの試合の結果的に見てキーポイントの、ところだったかなと思います。阪神対ヤクルト5月11日の試合、はい、2対1で阪神の勝ちっていうところでね、まあ結果2勝1敗でヤクルトの勝ち越しになったんだけども、まあこのね木曜日の、阪神対ヤクルト戦ね、先発阪神はね伊藤将司、7回102球、6安打7三振、1四球1失点とね、非常に腕の振りも良くて、インコースのストレート、そして結構で、ツーシーム、チェンジアップ系が非常にね、抜け感も良くて、いい形のね、ピッチングできたかなと。あと、ヤクルト先発、サイスリードもね、5回117球、6安打4三振、4四球1失点と、まあ、フォアボールね、4つ出したけども、低めにストレート決まる時があってね、やっぱこれが決まり出すと、サイスリードもね、安定するなっていう中で、まあ、ここまでね、完封完封のシャットアウトにね、阪神、来てる中で、まあ、2回裏にね、ワンアウトから、坂本がね、センターへのスリーベースっていうところで、ワンアウト三塁、木浪がね、ライトへタイムリー、これね、1点取りで先制できたっていうのもね、この今まで完封で負けてるっていう中でね、非常にチームとしても大きい中で、4回の表ね、ヤクルトが反撃っていうところで、ワンアウトからね、山田ヒット、村上ヒット、で、サンタナ三振するけども、内山がね、タイムリーツーベースと、ちょっとね、中村が体調不良で、特例でね、抹消になって、この日ね、内山がマスクをかぶったけどもね、まあ、攻守にわたってね、非常に素晴らしい活躍っていうところでは、このね、同点になったタイムリーツーベースはね、非常に大きかったかなと。ね。で、その中で最後ね、8回裏、ここね、まあどうなのかっていうところでね、まあ先頭ミエセスがね、レフトへのヒット。で、坂本がね、送りバント失敗。パンツ。ここで一応送りたかったね。まあここね、ピッチャー清水もね、非常に出足も良くてね、ターンも速くて、ギリギリだったけどね、セカンドアウトっていうのはナイスプレー。ね。で、ここでね、もう阪神もね、岡田監督ね、策出しまくりっていうね、まあミエセスがヒット打った時にね、もう大走島だ。で、坂本バント失敗して、坂本がファースト残った大走小畑っていうね。で、木浪がサードへのツーベースって、サードへのツーベースないやっていうところでね、まあ、三遊間寄りの打球をね、村上が弾いちゃってセカンドの長岡が逆突かれて点々とボールがレフトにね行く中で、ダイソーのね小畑が三塁まで来て、この打者少佐のね木浪もセカンドまで行ったっていうのはね、ぐっそり、あれは非常に良かったね。まあ、村上のプレーも仕方ないかな、ギリギリだったんでね、ちょっとあれはねしっかりやんなきゃっていうのはちょっとここかなっていうね。で、ワンアウト二三塁になってからね、代打糸原もう策どんどん出してくるっていう中でね、もう当てたらなんとかなるっていうね、このスリーボールワンストライクからショートゴロね、若干ね、センター寄りのっていうところね、長岡取ってホームに送球するんだけども、ボールが逸れて、セーフ。ね、小畑がホームインって。これ逸れてなかった。タイミングアウトだったからね。まあ、若干こうなってこういくからね、難しさあるけども、あそこしっかり投げてればアウトでね、負けることはなかったかなっていうところのミス。でもそこの中でね、キャッチャー内山、まあ、普通ね、こうなったら、こうやりたいところ、こうなったら、こういったからね、あのね、発想はね、グッと。よかったね。あの発想、
こう行きがしたからね、こう行くからね、それはね非常にあのセーフだったけどね、あの反応はねなかなかできないと思う、正直ね。非常にね、あのアイディアもあったしセンスもあったしね、非常に素晴らしいあのタッチの仕方かな、セーフだったけどね、あれちゃんと投げときゃアウトだったっていうね。でまあこのね、虎の子を1点を守ってね、2対1で勝利っていうところでね、まあ先発投手にねリリーフもしっかりね投げ切ったっていうところもあるけども、最後ねまあミスじゃないけども、そのね球際の強さっていうところがね、勝敗を分けたからっていうねところもあるし、岡田監督のねどんどんね、あの佐向、島田、小畑、糸原ってね、これもう8回裏に勝負をかけたっていうところでね、勝負どころのねこの起用っていうのも功を奏したかなと。まあ結果ね2勝1敗でヤクルトのね勝ち越しでした。続いて DeNA 対巨人、9日2対9で巨人というところで、 DeNA 先発バウアーね、6回103球11安打8三振無四球7失点と、まあ、前回心配していた部分が現実になったなっていうね。まあ前回もね高めがね力あるからいいけども、若干そこがねもうちょっと低めに投げた方がもっとゆったりとしたいいピッチングできるんちゃうかと、コメント欄でもね高めのピッチャーだからなんとかかんとかっていうね、古い人間だなみたいなこと言うけども、高めっていうのはね、もう何回も言うけど、分かってる人には分かってると思うけど、力があれば有効な球なんだけど、それ力がなくなったらそのまま上がっていくから、やっぱ長打出やすいんだよね。高めと低めでどっちが長打出やすいかっていうと、明らかに高めの方が長打出やすい。でもそこに強い球を投げていくから、そこがね、打ち取れるっていうところあるんで、やっぱ力がなかったらね、打たれるっていう中では、まあこの日はね、そういう力がね半減して変化球もね高めに浮いたっていうところでね、そこを痛打されたっていう部分は大きかったし、やっぱりねこのクイックっていうところのねモーション、まあ巨人はねここまでチーム盗塁3できた中でね、まあ前回の登板の時でもね、まあ次巨人だから盗塁も3個しかしてないから、まあここの問題はそんな気にしなくてもいいかなって言ってたらね、なんと足を使える選手をね梶谷、門脇ともに起用してきてね、丸、梶谷、門脇が盗塁をね仕掛けていって、俺のポイントはねこの初回ね、丸がワンアウト一塁から盗塁試みてアウトになるんだけども、このアウトになったけどもね、この仕掛けていく姿勢出しますよっていうプレッシャーが何気にインパクトあって、これはすごい良かったんじゃないのかなっていうね、この試合のね、ポイントはこの初回の丸の盗塁仕掛けたこと、アウトになったけども行くよっていうのを見せかけたのはね非常に大きかったんじゃないのかなとね。まあね、高めに行くことへのデメリットをね、バウアーはもろかぶりして、まあ、その中でもね、試合展開から言うと、初回ね、巨人先発戸郷っていう中で、佐野がね、先頭打者ホームランで1点先制して、めちゃくちゃいい流れだったんだよね。で、その中で、巨人は2回ね、岡本がホームラン打ってね、ここでしっかりね、反撃ののろしを上げて、大城センター前、で、ブリンソンダブルプレーになるけども、梶谷レフト前ヒット、2アウトからね、で、ここで梶谷が盗塁を決めて、で、門脇がね、タイムリー内野安打と、ここでね1点を先制、ね、逆転勝ち越しするっていうところではね、足も使えてるっていうね。で4回にはね、大城がツーベース、ブリンソン三振、梶谷アウトになるけども、門脇がねライト前タイムリーヒットね。で、6回にも岡本がね、宮崎のファンブレーラー、これ痛かったね宮崎ね、こしっかり仕留めてればこの回4点なかったかなっていうところもあるけども、その後大城がね、ツーランホームランで、ブリンソン内野安打、梶谷アウトになるけども、これ門脇がね高めに浮いたチェンジアップ、スプリットチェンジかなをライトへホームラン打ってね、でこれで7対1、まあこれでほぼね、ゲームが決まったかなっていうね、ところで、まあ巨人はね2回4回6回6回とね足を使いね、球がね高めに浮いたところを打ち損じなくね非常にピッチ、だったし、このね2回の門脇の内野安打もね、ファーストへのスライディング速さね良かったね、ああいったところね、最後までね、あれも手で行くんじゃなくて足で行ったのが良くてよ、手で行ったらね、ほんとヘッドサイドにしてたら怪我してるね、可能性あるけどもね。で、巨人先発ね、戸郷。若干ね、序盤バタバタしたけども、9回143球、6安打6三振、2四球2失点と、非常にね、尻上がりに状態良くて、まあこのね、2回裏のね、2対1の状況で、2回裏の先頭関根フォアボール、で外をね、463のダブルプレー、二遊間の打球、セカンド吉川がダイビングして、そこからトスして、坂本の判定してからの、このファーストスローへの速さ。このね、ダブルプレー取ったのがね、キーポイントだったかなと。坂本のスローイングもめっちゃ良かったよね。この判定してからのね、スローイングね。ここがね、もうちょっと繋がってたらね、ひょっとしたらもっと大味な試合になったかもわかんないけども、まあ、ここをしっかり乗り切って、その後ね、しっかり、投げ切れたっていうところはね、戸郷としては非常にね、良かったんじゃ、ないでしょうか。ね。まあ結局ね、
序盤やっぱ高めに浮いたっていうところがね、全部仕留められたのと、足っていうところでね、かき回されてるんで、まあ、ここはね、やっぱ足の部分はちょっとバウはどうにかしないとね、っていうところは次回登板に向けては反省かなっていうね、ところもあります。続いて、巨人 DNA っていうところでね、まあ、4対1で巨人の勝利っていう中でね、まあ、昨日はね、試合なかったんで、5月9日ね、9対2で巨人のね、2連勝っていう形でね、終わりましたけど、まあ、巨人ね、先発、山崎よりね、6回3分の1、104球、5安打7三振、2四球1失点と、非常にね、シュートスライダーっていうところの横の幅がね、しっかり投げ切れたかなっていうね、最後ちょっとね、スタミナなくなって疲れたかなっていうところはあるけども、非常に先発としてのね、いい役割は果たせたかなと。あと、ちょっとだいぶ気になったところがね、まあ、2回の表ね、巨人の攻撃、大城がライト前ヒット。で、6番ね、ウォーカーサードゴロ。で、7番門脇ね、サードゴロで、2アウト2塁。で、2アウト2塁で8番ブリンソン。ね、これ結果ね、レフトへのタイムリーを打たれて、先制点が巨人に入るんだけども、まあ、山崎よりね、まあ、その後打つけどね、バッティングいいとは言いながら、ここはなぜ敬遠じゃなかったのかっていうね。ブリンソン敬遠して山崎より勝負で良かったんちゃうかっていうね。そしたら先制点取れなかったんじゃないのかって、いつも気になるこの、ツーアウト二塁で敬遠するのとしないのの違いっていうね。でもこれは結局ね、逆に出て先制っていうところでね、DeNA にとっては、ちょっとここは策は失敗かなっていうところもあるし、3回の表ね、ワンアウトから丸フォアボール。で、坂本がね、ツーベース。で、岡本の犠牲フライで2点目っていうね。この坂本がね、上がってきてね、打率も。かなりね、やっぱここがね、上がり出すと、まあ、丸坂本がね、復調してくると、打線の周りが非常に良くなってくるっていうところでね、まあ、なかなかいなくなったけどもね、打線のつながりは非常に良くなかったかなと。でね、やっぱ今日のキーポイントはね、この3回の裏、DeNA の攻撃。山本がね、内野安打。で、東は送りバントを決めて、で、佐野、ワイルドピッチで振り逃げ、バーッと。おーしろ。止めなきゃ。ていうか、取れるっしょ、ワンパンって。ね。で、ワンアウト一三塁になって、初球ね、強打のサードゴロ、ボテボテね、サード川戸脇、全身取ってホーム。で、大城のタッチも良かった。ね、三塁山本がね、ヘッドスライディングするもアウト。このプレーが、今日、これキーポイントだね。ここでもし1点ね、DeNA に先制されて、なおも、ワンアウト、1、2塁で、宮崎、牧って繋がってたら、ひょっとしたら逆転されてた可能性もある中でね、この門脇のね、前進してからの華麗なフォームね、短い距離になったけどね、スローイングも良かったし、大城のタッチも良かったしね、まあ、その前のブロッキングちゃんとしておけばこんなことになってなかったんだけどもね、非常にね、ナイスプレー。ね。で、その後ね、ツーアウト1、2から宮崎に3球目、山崎をね、シュートね、めっちゃ食い込んでて抑えたっていうね、この3回裏ね、無失点でね、抑えたのが、巨人にとってね、勝利になったかなと。で、その後ね、4回表にも、ツーアウトからね、ブリンソンツーベース、山崎よりがセンター前ヒット打って、吉川がタイムリーヒットで1点追加。で、5回にもね、坂本がツーベース、岡本大城アウトになるけども、ウォーカーがね、レフトへのタイムリーヒットね、巨人はツーアウトになってからも1本出るっていうところでね、着実に点を取って、まあ、6回裏ね、佐野がホームランを打って4試合連続、ね、これはグッバッと、ね、なって、まあ、4対1になるけども、ね、この山崎もね、7回途中でピンチを作るけども、ね、そこをしっかりね、高梨、がね、佐野を打ち取って、で、太田のところには直江が出てきてね、もうここからは小刻みなね、リリーフで、高梨、直江、三上、大江、大勢とね、しっかり、無失点でね、しのいで勝ち切ったっていうところはね、まあいい形をね、坂本の副将がいい形になってるし、3回裏のね、門脇のプレーっていうところがね、このチームの流れを変えて、その後のね、シュート、宮崎ね、詰まらせるっていうところがね、まあ今日の試合のキーポイントだったかなと思います。結果ね、2連勝で巨人の勝ち越しでした。はい。ということで、終わりです。ね、プロ野球ニュースからね、帰ってきて、ね、そのまま3時。このね、5月11日の試合だけを、撮ってます。ちょっと編集上ね、この服とかが変わったりしてね、見にくいところがあったかもわかんないですけどね、申し訳ないです。というところでね、金曜日のセオチェック、おしまいです。ね、この金土日、週末どうなるのか、皆さんね、またプロ野球楽しんでいきましょう。それでは。